今日は黄色の木という字を書いてみましょう。まず一画目、少し反り上げるように書きます。こっち左と右の余白が同じぐらいになるように書きます。少し反り上げる横画。2画目はこの1画目を3つに割った1個分ぐらいのところを通るように短く、あまり長くなりすぎないようになるべく短く書きます。3画目は、2画目が3つ分の 1つのところで、2画目は3つに割った2個分目のところを通るように少しずつ内側になるように書きましょう。少しずつ内側に、少しずつ内側になるように書きます。で、4画目は長く書きましょう。伏せる横画。4画目が黄色の中で一番長い横画になるので伏せる横画で長く書きましょう。で、5画目は1画目と書き始めが同じぐらいの位置になるように降りてきて、こことここの書き始めのところが同じぐらいの空白ができるぐらいのところから書き始めましょう。こことここが同じぐらいの余白になる位置から5画目。で、6画目は5画目の書き始めと同じところから次は右に移動してきて、1画目と同じぐらいの長さになったら下に降りてきます。曲がってきます。で、7画目は、4画目ですね。4画目にくっつけてまっすぐ降りていきます。これは縦の中心です。4画目にくっつけてまっすぐ降りていきます。で、8画目はこれのちょうどここの5画目のちょうど真ん中ぐらいを通るように横画書きます。9画目は5画目の書き終わりから6画目の書き終わりに向かって横画。10画目は5画目の書き終わりぐらいから始まって斜め45度に向かって左払い、短く左払いです。最後11画目は6画目の書き終わりぐらいのところから、こっちは右に45度に入って止めます。ポイントとしては黄色は草冠ではなくて
草冠に良しという字ではなくて、ここに一本長い横画が入るので、これを忘れないように書きましょう。で、ここは田んぼの田という字ではなくて、ここ突き抜けます。突き抜けることを忘れないでください。突き抜けてください。で、突き抜けた時にはこの四画目にピタッとくっつけてあげてください。で、ここの空間をほぼ同じように書きます。で、最後は払いと止め、払って止めます。このくびれ、このくびれ、こんな形に なるように描けれたらいいですね。星みたいですね。